綺麗じゃないです。5万9千。頼む、本当に頼む。もう2016年最後の願い。カットイン、カットイン、カットイン、ハル弱い。1回目のカットイン、さす、いや、ある、そんなにカットイン外さないよ。それにこれ4連目、弱っ。いや、5連したよ、5連。やったー、追加投資なし。願いが叶えた、願いが叶えた。よし、取り返す。19回目のジャッジ。それだから継続率はいいのは引いてるかもしれない。わかんないよ、わかんないよ。復活、復活、復活、復活あるよ、復活ある。ちょっと空気を吸ってきます。ひどいね。なんでやろう。こう8日間見れるのに、はい。
打つと、とりあえず今投資が64,000、持ち玉100枚ぐらい、4時ぐらいで、まあ、閉店まで6時間ちょっとぐらいある。まあビンゴはしない。19回やってしないならそろそろしようかなっていう気持ちはなるやん。普通は一生しないっていう気持ちにしかなってない今。だからまあなんかなぜかよくセグに入るからあれやけど、もう今持ち玉ぶっこんでのさよならガロー魔界の花になるかなと思います。もう全然あんだけ当たってファファしないよ。向いてないには程があると思う。ひどい。とにかくまあ後半はあんな感じかな。これから3万発出すしかない。かな。うわめちゃめちゃ大変そうな状況。お疲れ様です。僕トムさんの見てた、さっきから見てたんですけど、偉い下行ってないですか。だからもう今からここに行くんです。今からガローです。ガローで僕も仲間になります。ガローで、ガローで。空いてるところ行くしかないよね。ぜいとか言えない。ビンゴがダメならまだ2016年には年末ギリ打てる。ギリ最後の最後ですよ。もうないです。来年もうないから。今打てなかったらもう打つことない。マックスのガロ魔界の花もうね終わり。ガローライフがまあまあ もしかしてミドルは面白いかもしれないけど、なかなかねこのスペックはもうないって考えるとかなり寂しいのは寂しいけど、だからまあここ最近よく閉店ギリギリ2時間3時間でガロー打ってどうにかなったことはあるから、まだ要は4時過ぎなので5時前ぐらいか余裕あるんで、たっぷり出せる時間はある。あとあれですよ、ビンゴで 12% 引けないんだったら終わりの 20% は引けないんじゃないか。理論なかなかのいい理論でしょ。この台の持ち玉やばくない。持ち玉カウンター見れば書いてますけど5万5000発。
え、今だって夕方5時前ですよ。まだ倍の時間あるよ。大丈夫よ、俺はもう大丈夫。あれの半分でいいか。出ない気がするよね。なんか入った時なんか感じるよ、ボタンが出るかどうか。出ないね。これあるよ、ボタンあるよ、ボタンあるよ、ボタンあるよ。ほら感じるやん、言ったでしょ。ファイトだぜ。あー、ファイトだぜか。どんどん行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。弱すぎ、弱すぎ。いやーないね、飲みせかけてのないね。一応一応赤ですよ、そこは一応。まあない、ないんやろうけど一応赤。ボタンなら絶対ないわ。ウォーミングアップ、ウォーミングアップです。大丈夫、ここから本番。とりあえずあの通過の中ってのは分かったんで、ね、スーッてやっぱカーッとくらい、ボタンって言ったらボタンが出る。チームワーク抜群。次のプッシュで8万、そしてあの時間になりましたよ。何の時間って ATM の時間です。問題あるよ、これは問題あります。使っていいお金がもうないんで、使っちゃいかんお金に手を出す。問題、大問題。まあ本来はもう下ろしたくなかったお金、どうせ下ろすならたっぷり
10万いらないはずです。どうせ下ろすんだったら。あ8万負けてる。隣のガイはもうすぐで7万発です。そう考えると本当にねパチンコのポテンシャルがすごいよね。というかね、ずっとね隣の台がめっちゃ出てて7万発近くまで出たんですけど、それよりあの過去最高の出玉見ちゃったんですよ。隣の台の93,580発ですよ。すごい。この台はなるほど、今まではこの台は最高で34,000発やるのに隣が90,000発、すごいよね。これがもう2017年ご覧になっている皆さんはもうないですけど、この夢は未来って怖いね。怖い。あの音本当にたまらん。刺さんなかったけど、あれだけね、もうすげーって心が刺される感じ。いやテンション上がる。まあ、なんもないけどね今のね。もう希望、希望ね、希望。初ガラオケ初めて伝わったよ今日、ちゃんと演出で。すごいね、もうすぐで1000ハマりやけど、ガラオケの初触りすごいよね。ダメダメダメ、ほんとダメ。まあ、ここね、ノーリミット、まあ、カメラマンがね、途中で交代するんですけど、朝の方とビンゴを一緒に打ってて、後半からは当たりゼロ回ですよ。かわいそう、本当かわいそう、本当に申し訳ない。笑ってくれてるけど、多分すんごい暇、すごい暇。よし、 OK、 当たるよ、ここから当たる当たる、よし。ねえよ、そんなんでないよ。いやー本当にね、僕も昔、僕も要はね、まあ、今でも頭にあるけど、カメラ振ってる時に当たりのない、特に大した演出出ない時の、まあ、別に眠いかって言われたらもう暇だから、周りの台すごい見るよね。ですごい打ちたくなっちゃう。今俺だったら当たるよねっていう気持ちになる、いつもカメラ見てるとき。いやそんな俺だったら宣言はまんないよみたいな、正解ではまんないよっていう気持ちを持って収録終わった後にホール行って負ける。ああそうか、やっぱりこれはラッキーなことで、この番組閉店までやっちゃうからそれできないよね。いやでも本当に本当に申し訳ない、本当にこの俺のゴミみたいにがね、
そろそろちょっとでもね、もうついに10番使い切るところですけどね。隣のめちゃくちゃな台が空いたんで、意味ないと、関係ないと分かってるけど移動します。こんな台ですよ、めちゃくちゃですよ、おかしい。それと比較して俺の台がだってもう711、もうおかしい。とりあえずこの調子のいいやつで最後頑張ります。いや関係ない、全部か固定の確率なんだよ、関係ないです。全くこの移動は意味ないですよ。でも気分的にそろそろ何か変えないと、もうクレイジーになる。ねえ、頭をここに挟まれたいもん。Some people started singing it, not knowing what it was, and they'll continue singing it forever just because it is a song that never ends. Yes, it goes on and on, my friends. Some people started singing it, not knowing what it was, and they'll continue singing it forever just because it is a song that never ends. Yes, it goes on and on, my friends. Some people.Started singing it, not knowing what it was, and they'll continue singing it forever just because this is a song that never ends. Yes, it goes on and on, my friend. Some people started singing, not knowing what it was, and they'll continue singing it forever just because this is a song that never ends. Yes, it goes on and on, my friends. Some people started singing, not knowing what it was.I'm not gonna continue singing it forever just because this is a song that never ends. Yes, it goes on and on, my friend. Some people started singing, not knowing what it was. I'm not gonna continue singing it forever just because this is a song that never ends. Yes, it goes on and on, my friend.Some people started singing it, not knowing what it was. And they'll continue singing it forever just because this is a song that never ends. Chickity, Largo, Transnor Shore, Bandor, yeah. Rickman Records, it's 4 a.m. in the morning time, you know, you move your waistline.
夕方から一両も当たらず、狂気にビンゴもガロンも二度と打てないです。とにかく2016年はもう終わり。まあ2017年もっといい年になるように頑張っていこう。ちょっと暗い感じになってしまって本当申し訳ないです。ただ今日は仲間できましたって。行こう。まだ俺らには明るい未来が待ってるよ。頑張ろう。